イスラエル国防軍歴史博物館は、イスラエルのテルアビブの南、ヤッファ地区にある軍事博物館。英語表記では、イスラエルディフェンスフォーセスヒストリーミュージアムである。現地イスラエルでは、という名称で知られ、これを、アルファベット表記した、バティーヘクタール、オージフ、ベットハーエーセフなどの表記も見られる。バティーヘクタールオージフは、コレクションハウスというような意味になる。 2020年に他の場所に移転されるため、現在閉館中。この博物館では、名前の通り、イギリス人民治療パレスチナ時代の活動から、現代に至るまでのイスラエル国防軍の歴史について扱っており、展示物も第一次中東戦争に製造され使用されたサンドイッチ装甲車7 6 2ト、mm、ルダビドカ、迫撃砲や、 即製のロケット砲や火炎放射器、ハガナーの地下製造所で生産されたドロール系機関銃、その古めかしさからナポレオニックと呼ばれた m 1 9 6 6 5 m m 三砲などから、その後の中東戦争で使用された数々の戦車や装甲戦闘車用レバノン内戦で使用されたとみられるテクニカルの類まで多岐にわたる。また、野砲や榴弾砲なども多い。 珍しいものでは、野外用の炊事車両なども展示されている。多数の走行戦闘車両、軍用車両、大砲などが展示されている。ありがとうございます。